みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのよしほです。あ、忘れてる。ねえ、忘れてる。間違えた。忘れてる。意味がいるわ、今日は。うん、みなさん、こんにちは。しょりみちゃんのよしほと、みみです。はい、ということで、今日はね、お二人、珍しくお二人なんですけども、今回は何をするんですか？今回はしーちゃんの卒業祝いのプレゼントをします。え、いいんですか？卒業祝いのプレゼント。おー、ありがとうございます。で、何をプレゼントするんですか？品物を5,000円分。おー、5,000円。何でもいいんですか？リミちゃんが5,000円プレゼント。わー、すごい。じゃあ買いに行きますか？あ、もう行く感じか。オッケーオッケー、行きましょう。今日お休みなんで、もう早速行きますか。そうですね。はい、はい、行くぞー。あー、リミの真似だからね。じゃあ行こう。ということで、帰ってきました。はい、買ってきました。なんかもう、コンビニ行ったみたいな袋だけど。そうなんですけど。いや、普通にちゃんと、普通にちゃんと買ってきましたね。イオンとか行ってきました、はい、買ってもらいました。ありがとうございます、リミちゃん、本当におめでとうございます。しほちゃん、本当にちゃんづけだ。珍しい、しほちゃんって呼ぶことないよね、リミが。普通しーちゃんじゃん。生まれた時からずっとしーちゃん。真似した。真似した。何の真似したの？しーちゃんの。あ、しーちゃんの真似した。あ、リミちゃんって言ったから。あ、そっかそっかそっか。リミちゃん、しほちゃんね。あら、リミちゃん、しほちゃん。ママも絶対呼ばない。そうだね。はい、何を買ったんですか？ですね、メイク道具を、メイク用品っていうのかな、を中心に買ってまいりました。まあ、5000円なんで、もうすごいたくさんですよ、本当に。メイク用品もうめっちゃ買ってきました。あ、だから今回本当は漫画とかも買おうか迷ったんですけど、せっかくのお祝いだし、ちょっとお祝いっぽいものを買いたいなと思って。お祝いっぽいものね。ね、メイク用品をちょっとたくさん買ってきました。はい、楽しみですね。じゃあちょっとね、パパッと紹介していきたいと思います。はい、まずはじめにこちらのキャンメイクのね、クリーミータッチライナーの01番と、06番。ピントが合わない。ちょ、リミ顔隠して。オッケー。ちょ、顔隠して顔隠してね、マジで。ほんとピントが合わん。あ、そう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 、キャンメイクのクリーミータッチライナー01番と06番を買ってきました。01番はここの目尻に塗って、で06番はここのなんていうの、下のキワね。そうそう、キワキワをちょっと塗りたいなと思って買いました。まあ地雷ラインまではいかないと思うよ。もう好きだけども、地雷のでもちょっと描きたいなと思って買いました。次に、まあ、キャンメイクでいきますか。次はね、これシェーディングキャンメイクシェーディングパウダー01番、これを買ってきました。ピントはい、こちらですね。シェーディング持ってなくて1個欲しいなと思って、ちょっとね、キャンメイクでちょっとデビューしちゃいたいなと思います。
次次も後ろで楽しそうだよ、なんか後ろで楽しそうやってよそこはやんないよはいはい、次これも、あの、ま、キャンメイクですね。メイクミーハッピーフラグランスウォーターですね。はい、前なんかちっちゃいの持ってたよね。そうそう、これあの前ホワイトですごいあの塗るタイプやつ持ってたんですけど、今回はブルーのなんていうのスプレータイプを買ってきました。はい、ブルーめちゃめちゃいい匂いでグリーンと迷ったんですけど、今回ブルーにしました。服が青ということもあって使ってないよね。次やってよキャンメイク3フェイズスリムアイルージュライナー01番できました。これちょっとピンクっぽくない？最近さ、これのさ、オレンジっぽいのが出て、オレンジメイクの人超いいよみたいなさ、あのパウダーとして紹介されてるんだけど、私あんまオレンジメイクしなくて、どっちかというとこういうピンクっぽいメイクよくするので、今回ピンクを買ってきました。もうあのパウダーめっちゃ人気ない？キャンメイクのやつ売り切れだったね。どこ行っても売り切れで、欲しいなと思ってたの。もすごい SNS で話題で、そうそうそう、それと一緒にオレンジもね紹介されてるんだけど、よく今回はピンクを買ってきました。ちなみにオレンジメイクしなくてピンクをよくするのでね、買ってきましたね。はい、マジ超楽しみ。使うのが次はセザンヌ、セザンヌのハイライトの04番。私多分01番持っててめっちゃ良くて、で04番をピントーほら出てきちゃった。なんだ04番ね、買ってきました。もうハイライトマジいいね、楽しい本当に。でラスト1個、ラストこのね、マジュリカのラッシュジュリードロップ EX まつげ美容液ですねを買ってきました。このまつげ美容液なんかめっちゃいいらしくて、まあ、まつげ美容液は使ってみないとわからないんですよ。人、あの、例えば A 子さんがこの伸びたっていう人もいれば、 B 子さんがこれ伸びないっていう人もいるし、確かに A 子さんがそのセザンヌの美容液がめっちゃ伸びたっていうけど、 B 子さんがその美容液が伸びなかったみたいな、人それぞれだと思うので、美容液は正直口コミとか関係なく使ってみないとわからないと思うんですけど、ちょっとね伸びた人がいるらしいので、ちょっと使ってみたいなと思います。以上ですね、以上の 1,2,3,4,5,6,7点、7点これで、まあ、5000円ちょっとオーバーだよね、まあ、消費税分ぐらいオーバー、はいはい、本当にリミちゃんありがとうございます。ちょっと楽しみ、使うのがよかったですね。よかったです。はい、はい、というわけで、はい、今回はしっちゃんの卒業祝いのプレゼントを5000円分買ってきました。最後バイバイって締めなきゃ。バイ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 ニョキ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 